weighing in at 109.1 kilograms, the ninth Kyokushin Karate World Champion, Everton!史上最強の極真世界王者エベルトン・テイシェイラ。トライアウトの一番星、前田慶次郎。さあこの決勝戦は最大2ラウンドの延長戦が用意されています。3分3ラウンド、そしてこれまでは2ノックダウン制でしたが、この決勝戦は3ノックダウン制で行われます。さあ史上最強の極真世界王者テイシェイラはやはり大方の予想通りこの決勝にたどり着きました。対するは大方の予想を覆し、このトライアウトの一番星、22歳の前田慶次郎。初めてのジャパングランプリ、そこで日の丸を背負う前田慶次郎の決勝戦。さあ果たして開幕戦へのチケットを手にするのはどちらか。勝てば K-1 ワールドグランプリ開幕戦のチケット。本当にね、前田慶次郎選手作戦立てたと思うんですけど、この、ね、極真の世界チャンピオンというね、黒船外敵に対して本当に、はい、日本人として牙城を守れるかどうかですね。はい、まあ、これまで、ニコラス・ペタスあるいはボブ・サップ、こういった外国人選手がジャパングランプリを制していますが、もうそういったことはごめんだというのが、ね、日本選手たちの誇りではありますが、はい、さあ蹴りの出し合いになりました。三宅さん、はい、どうぞ。今回のこの試合のキーワードというのは、やっぱり距離だそうです。で今の距離がいいんだよということを言ってますね。前田慶次郎サイド、そうです、長坂アナウンサーからのリポートです。今の距離がいいと、今もこの詰めようとするテイシェイラに対して距離を取っていこうという前田慶次郎。前田健作会長がこの武蔵戦の後はその試合の直前に、作戦を与えるというふうに話していましたが、このテイシェイラに対する策はどうやらこの間合いの作り方で、谷川さん、そうですね、この辺のようですね。そうですね、だからテイシェイラは逆に言うと捕まえられるかどうするかですね。あと右ストレート、うん、しかしながら森川さん、はい、前田慶次郎がここまでやってくるとはというね、びっくりですね。ただやはり森川さん見ててどうですか、その強さというかね、いろいろなものがありますね。ものすごい強いと思います。すごいポテンシャルとモチベーション、持ってます ね。このちょっとコスチュームを見ましても、あるいは髪の色を見ましてもね、ふざけた感じがするという、ね、イメージがあるかもしれませんが、はい、戦ってみると違いますね。すごい実力の持ち主ですし、負けん気の強さが、ね、出てきてますし、はい、すごいハンフリだと思いますね。なるほどね、スピードありますよね、慶次郎選手は。ただね、はい、やっぱりテイシェイラ選手も極真の大会でですね、軽量級相手にも数々戦っていると思いますので、そうですね、その辺をどう捕まえるかですね。あの動きの速さにも、ね、対応できるはずですよね、はい、ただ、まあ、体の試合とはちょっと若干違いますし、ポイントの取り方も全然違いますから、はい、そこをどういうふうに戦うかですね、もう十分分かっていると思いますね、前田慶次郎選手がそういうふうに来るっていうのは。そうですね。さあ東原さんはどんなふうに見てますか。そうですね、でもやっぱり、ね、日本人選手としてここ、はい、これから日本を背負っていくんであったら、やっぱりこうやって勝ってほしいなと思いますね。ここまで来たらね、そうですね、やっぱ武蔵選手の分も頑張ってもらいたいなと思いますね。夢をつかんでもらいたいという、そんな思いがあります。ちょっと慶次郎選手に消極的な、ちょっともっと、前に出るというような、そう、手数が足りないという、まあ、逃げるのはいいんですけど、返さないとやっぱり注意取られますから、ヒットアンドアウェイというその形を作っていかなくてはいけません。前田慶次郎、ただこれが前田健作会長の授けた策なんでしょう。エベルトン・テイシェイラが初戦やはり空手の間合いで戦っているところもありました。なかなかこの間合いを詰めるのはうまくないと見ているんでしょうか。さあ第1ラウンドの3分間が今終了しました。2008年ジャパングランプリ決勝戦、テイシェイラかそれとも前田慶次郎か、第1ラウンドが終了しています。第1ラウンドは静かな立ち上がりになりました。このミドルキックの後の後ろ回し蹴り、後ろ中段回し蹴りのというテイシェイラ。そうですね、ちょっとね蹴りがあったんで中途半端になってしまいましたけど、
ちょっとこの右ストレートで前田慶次郎がバランスを崩しました。ダメージはここまではないと思いますが、さあしかしながらこういう形になって谷川さんね、はい、第2ラウンドどういう風に前田慶次郎は出ていかなければならないでしょうかね。そうですね、やっぱりローキックとかなんか的確に返しもなくちゃ、逆に言うと今度だったらもう注意は取られると思います、ね、そうですね、この選手の戦い方が逆に印象悪くしちゃいますね。この辺の前田健作会長の指示は何かこの第2ラウンドで変化があったかどうか。ヤンキー座った前田会長、この前田健作会長が送り出す第2の資格、それがこの前田慶次郎、いきなりこのジャパングランプリトーナメント決勝まで進出してきました。左緑を一発放った前田。三宅さん、はい、どうぞ。前田サイドはね、はい、審判に何を言われようがこのままの距離を保とうということです、ね、変わらずということですね、はい、それと、前の試合で第3ラウンドにガクッと体力落ちましたよね、落ちましたね、あれを見てるようですね。終盤勝負に持ち込めばこっち、そんな思われます。なるほど、谷川さん、確かに天津エレがこの前の中迫戦、はい、ちょっと第3ラウンド動きがなくなりましたね。そこをチームドラゴンサイドは見ている。三宅さん、はい、このあたりテイシェイラ の, あの磯部師範なんですけど、はいはい、あの1ラウンド距離はあれで良かったと思うと、うん、ただ2ラウンド以降はあの距離ではいけないと、うん、で詰めるにしろ相手のペースには持ち込ませたくないところなんだがという話でした。あ、難しいところですね、磯部師範の話を西岡アナウンサー、そしてチームドラゴン前田代表の話を長坂アナウンサー伝えてくれましたが、それぞれの思惑はありますが、膝が一発出ましたテイシェイラ。やはりあれを詰めなきゃいけないというテイシェイラサイド、磯部師範ですが、谷川さん、ね、ただ簡単に詰めると怖いというのもあるでしょうね。じれて焦っちゃうと、結構パンチ前ですから。そうですね、さあそのあたりがどうか。前田慶次郎はやはりこのヒットアンドアウェー、まずはローキックが出てきました。出てきましたね、やっと出てきました。そして回り込んでいきます。そして終盤テイシェイラのガソリン切れを狙っていくという前田慶次郎。ここまではチームドラゴン前田代表の策は全て当たっています。左か右、さあどうだ、右で捉えたテイシェイラ。しかしスタミナはテイシェイラは無尽蔵にあると思われていましたが、やはりこの K1 という慣れない戦いの中での安定トーナメント、マイルケードの選手も本当スタミナはありますね。ありますね。さあ詰める、さあ前田がここは応戦してきました。詰めてきたのはテイシェイラ。残り1分、第2ラウンド残り1分を切っています。さあ頂点に立つのはどちらか。ジャパングランプリ、このグランプリを制すれば、K1 ワールドグランプリ開幕戦のチケットをその手にできます。日本の牙城を守りたい前田慶次郎、迫り来る黒船天使選び、これは空を切っています。ここにスピードがあります。目を離すことはできません。右ストレートから左の下段の試合、天使選びです。ちょっとテイシェイラがうまく捕まえて気に始めましたね。徐々にということですかね、自分の距離にし始めましたかね。また前田選手です。もう左良かったですよ、はい、今の左でまた距離を作ろうという前田慶次郎。いやーでも紀香さん、お互いの思惑が入り混じってなかなか難しい戦いですね。石みたいな攻防戦ですね。どちらが自分のペースにできるか。第2ラウンドも残り下がなくなってきました。左のミドルを放って石川慶次郎、ここで第2ラウンドが終了。さあどうやら勝負は最終ラウンド、ファイナルラウンドに持ち込まれます。テイシェイラが追って右のパンチ、懸命に距離を縮めようとしたテイシェイラですが、谷川さん、はい、ちょっとあの前田選手の、ね、手数も足りないですよね。だからもうちょっと3ラウンド打ち合わないとダメですね。このラウンド出るでしょうね。でもおそらくね、今また前田健作会長が前田慶次郎の耳元で何事かずっと囁き続けていますが、さあここから何が出るか。ただ極真のね、世界チャンピオンが相手によく戦ってますけどね。はい、極真の世界王者、史上最強と言われる、磯部師範が大きな声を上げている。その向こう側にはフランシスコ・フィリオ。フィリオに続く極真の3度の極真世界王者、エベルトン・テイシェイラ。さあそのテイシェイラが極真に続いてこの K のリングでも頂点に立とうとしている。目標はワールドグランプリ制覇です。
前田選手も出てくるパンチで攻めてくると思いますから、はい、立ててくる、レイカー右、その通りです、前田サイドはパンチで勝負です、パンチで勝負、はい、打ち合いならば負けないとかなった前田圭司の右から左右、一気にスピードがチェンジした、一気にスピードアップ、ギアチェンジを放した前田圭司の、さあこのスピードの変化にテンシエラがついていけるかどうか、左フック、そしてサードパンチ、いいですね、一発に入りましたね、一発左フックから、そして連打を放っていきました、前田圭司の、あのテンシエラは綺麗でどん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 この打ち合いの時に出した方がいいですね、そうですね、しかしあまり距離が縮まりますとテンシエラの蹴りの距離ではなくなります、左、まあ、スピードがありますね、前田選手は、そして前田圭司の、ともにスピードがある、左のジャブを放っていくテイシェイラ、さあどちらが出る、どちらも前に出始めた、さあこうなると距離が縮まる、そうなれば前田圭司郎の距離か、さあ右だ、前田圭司郎いきなりのジャパングランプリ制覇か、このラウンドを取れば夢をつかめる、さあ森田さん、はい、近くなってきましたね、前田選手らしい戦いですね、なってきましたね、左から右、あのマイティーを動き出し、そして日本のエース武蔵を動き出した前田圭司郎、大金星なるかジャパングランプリトーナメントに向かって、またも右、残りが1分30、テイシエラ応戦なるか、三宅さん、はい、極真の選手がねたくさん見つめてるんですけど、みんな声を失っています、失ってる、さあ先ほどフランシスコフィリオもじっとリングを見つめていた、左のボディから右、テイシエラも懸命に手数を返す、連打がねやっぱり圭司郎選手いいですよね、一気にまとめますね、うん、左のミドルキック、前田圭司郎、日本の牙城はこの22歳の若者に託された、うわ、また行く前田圭司郎、テイシエラパンチを出せるか、右ストレート、前田、さあ前田が出る、右を返すテイシエラ、ちょっと蹴りに力がなくなってきたか、テイシエラ右から左、またも前田圭司郎のパンチだ、さあいきなりのワンナイトドリーム、ファンタうまいっすね、ファンタうまいっすね、そしてスタミナがあります、ボディ左、さあテイシェイラも出る、ミドルから膝、テイシェイラ懸命の応戦、史上最強といわれる極真戦が残り30、今シーズン意地魂を見せる前に出るテイシェイラ、さあ日本の意地、前田圭司郎、武蔵を破った新しきエース前田圭司郎が応戦する、非常に難しい戦いになる、非常に難しいですね、このテイシェイラも頑張ってますよね、本当ですね、難しいですね、こんなことも負けたくない、テイシェイラにはまだまだ先、この先の夢があります、右ストレート、このラウンドファイナルラウンドが終了です、さあ果たしてこの3ラウンドで決着がついたかどうか、微妙ですね、これは難しい、前田健作会長の表情は緩んでいません、もしかするとまだ次があるぞ、うん、そんな指示があったのかもしれませんが、ただ今ガッツポーズ出たのは前田会長でした、あそうですか、これまでの2試合同様、前田健作会長終わった瞬間どうやらガッツポーズを繰り出したようですが、エベルトン・テイシェイラ史上最強の極真世界王者、右のフック、最後はしかしノリカさん出てきましたね、テイシェイラ来ましたね、ああ確かに、いやーアキちゃん、この前田会長がね、はい、どんな思いでこの前田圭司郎を送り出してるかね、三宅さん今ね、今の第3ラウンドを見てて、でモニターに映ってたじゃないですか、はい、2人で、ね、話し合ってね、アッパーも入るなと、ああなるほど、次のラウンドあったら今度はアッパーも狙っていくという話し合いをすでにしてました、さあ判定です、ジャッジ水岡30対29、差が開いた、青テイシェイラ、テイシェイラ、ジャッジ友達30対29、どっちだ、青テイシェイラ、テイシェイラだ、前田圭司郎頂点には届かず、3対0の判定、僅差ではありますが3対0の判定でエベルトン・テイシェイラジャパングランプリ制覇、やっぱりあれですね、あの1ラウンド2ラウンド消極的なやつが逆にポイント取られましたね、これ、まあ、微妙なそのあたりの勝ちもあったのかもしれませんが、あの後半テイシェイラが最後ね、うん、パンチ繰り出していきました ね、あれも有効打に取られたんでしょうね、はい、いやー
エベルトン・テイシェイラ、極真から迫り来る新たな黒船がいよいよ K-1 ワールドグランプリ開幕戦に乗り込んできます。さあしかしながらのりかさん、はい、前田圭司郎にもこれはねえお疲れ様という言葉を送りたいですね。本当そうですね、その前田会長の作戦によってあのギアチェンジもね、もうガラッと変わって3ラウンドガーッと攻めたんですけど、そこにまた落とし穴があったっていうのは試合の妙というかね、面白いところでもありますし、そのヒット&ウェイですか、はい、あれももっと今度は上手くなってくるんじゃないかなと思います。なるほどね、はい、東田大輝さん、はい、非常に面白いね、形の、ね、対戦になりましたけど、わずかに届かなかった前田圭司郎。そうですね、でもまだ、ね、先がある、まあ、あの敗戦だと思うので、はい、そうですね、ぜひジャンクスポーツに出してあげてください。有名にして、ジャンクに出て有名になりたいって言ってましたが ね、はい、果たして浜田雅俊が何というか、気になりますけど、どういう形になるか分かりませんが、いずれにしても強烈な印象を残したこの前田圭司郎。しかしながらこのジャパングランプリトーナメントを制覇したのは極真世界王者エベルトン・テイシェイラでした。ということで非常に白熱したジャパングランプリの決勝戦ということになりました。そうでしたね、いや、秋ちゃん本当にこの皆さんこんにちは、テイシェイラです。そうですね、プリメロからアグラデスオーシーハイスロビーキタリセンタードアスチンメアルータグラスアエリオconseguir tudo que eu sonhava no Kyokushin. Tudo ainda não, né? Ainda tem mais para conquistar. ありがとうございました。磯部師範、いろいろ学ばせていただいたことを感謝いたします。私の目標を一つ一つ歩んでいけることを大変幸せに思います。ありがとうございます。Agradecer ao Kyokushin e ao K-1 por ter me dado a oportunidade de ter participado desse campeonato hoje.本日この大会に参加することができましてとても感謝しております。極真の皆様、 K-1 の皆様、ありがとうございました。Agradecer o Shihan Francisco Filho e a Ichigeki Brasil, Ichigeki Japão, onde eu tô treino agora, né, todos os meus parceiros de treino. Filho Shihan, Brasil Ichigeki, 日本の Ichigeki の皆様、トレーニングの時に多くの協力をしてくださったことを感謝いたします。E agradecer ao público do Japão que sempre torce por mim nas minhas lutas. 日本の方々応援どうもありがとうございました。ただいまよりということで、いや本当に世界の頂点に極真で立った男ですからね、やはり強いですね。やっぱり強いですね。でもやっぱり私は前田選手に本当に拍手を送りたいと思います。そうですね、これから本当に楽しみですね、うん、特にあの3ラウンド目で見せたあの猛攻、あれをぜひ、ね、これから先も続けてほしいなという、スタミナもありますしね、まあ、一気にこうスターダムにのし上がってあと一本のところ